皆さんこちは、ディスそれでは今回なんですけども、D ポイント期間用途限定の有効的な使い方、D バラやローソンでうまく消化しようということで、今回は D ポイントその中でも期限が短いことで特徴的な D ポイント期間用途限定のポイントについて、僕なりの消化方法をサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、ここ最近は結構 D ポイント関連のキャンペーンとかも多くはなってきているので、まあ今後も使う上で少しでも参考にしていただければなと思います。それでは 早速いってみましょう、まあ、そもそも D ポイントには2つ種類があるのはご存知でしょうかそれがこちらなんですけども、じゃんということで D ポイントの通常の D ポイント、そして今回のお題でもある D ポイント期間用途限定というこちらの2種類ということですね。まあそれぞれの違いを簡単に解説すると、 まずはこの通常の D ポイントなんですが、有効期限は48ヶ月なので約4年ほどあります。うん、4年って結構長いですよね。まあ基本的には D ポイントが使える全てのサービスで利用が可能なので、まあ例えば飲食店とかドラッグストアとかで消化できたりとか、あとはネット決済ができたりとか、あと僕はやってないんですけども D ポイントを JAL のマイルに交換できたりもできます。 僕自身は通常の D ポイントに関してはもちろん普通のお店で使うこともあるんですが結構こうポイントサイトとかで色々と案件をこなしたりすると結構溜まったりするのでその溜まった一部の通常の D ポイントに交換して興味本位で D ポイント投資に回したりしていますちなみに今出てるのがその D ポイント投資の状況ですねまあもうこれに関しては本気で行ってるというわけではないのでまあちょっとこう増えたらラッキーかなっていう軽い感じでまあのんびりとやっています 以上が通常の D ポイントについてでした次に今回の本題でもある D ポイント期間用途限定についてお伝えしますまずこちらの D ポイントなんですけども有効期限というのが結構短めで獲得したサービスによってこう有効期限というのが異なります ちなみに、どんな時にこの D ポイント期間用途限定をもらうのかと言いますと、ほとんどがキャンペーンとかですね。まあ今であれば、ローソンで D ポイント20倍のキャンペーン、あとはファミリーマートでの D ポイント40倍とか、大型のキャンペーンで付与されるほとんどの D ポイントが通常より期間が短めな D ポイント期間用途限定となっています。 そして、この D ポイント期間用途限定については、使用用途に関しては結構制限がされてます。まあ最初僕もキャンペーンとかで D ポイント期間用途限定をもらった時っていうのはですね、まあどこで使おうかっていうのが迷ったんですけども、まあいろんな視聴者さんからのコメントを参考にして今に至ります。そこで今回は僕がその教えていただいた中で、まあ今実際に僕が利用しているもの3つをご紹介したいと思います。それでは早速1つ目はこちらですね。 じゃんということで、D 払いで使うということですね。これって本当便利ですよね。もちろん D ポイントが使えるお店で、D ポイントで支払ったりすることも全然大丈夫なんですけども、D 払いの場合だと、例えばそのお店とかにもよるんですが、キャッシュレス消費者還元の対象の場合は、まあ、その恩恵も受けることができます。なので、例えばこう、コンビニとかで利用する場合は、キャッシュレス消費者還元の2%プラス D 払いで D ポイント期間用途限定で支払えばちょっとお得になるんじゃないかな、というふうにも 思いますちなみに僕的にはドラッグストアで D 払いを利用することは結構多いですね。まあ、今だと、まあ、ちょっとしたキャンペーンもあってドラッグストアの新制度とかあとはこう松木ヨやツルハドラッグとかでも使ったりします。まあ、これはよく動画でもお伝えしてるんですがドラッグストアの場合はドラッグストアの独自のポイントも貯めることができます。なのでちょっとしたドラッグストアのお得なキャンペーンの日などを利用すれば、まあ、さらにお得かなというふうに思いますね。 まあちなみに、マツキヨは D ポイントが貯まったりとか、あと鶴ハドラッグでは楽天ポイントも貯めたりもできます。念のため D 払いで D ポイントを使う時の方法なんですけども、これがめちゃくちゃ簡単です。この画面は D 払いで決済するときの画面ですけども、すでに D 払いをインストールして D ポイントカードとも連携している状態ですので、ここまではご自身でご準備してください。 で、まず、ここの D ポイントを利用するというバーをタップします。そうすると、ここのバーが赤くなってですね、下に利用ポイント3704ポイントを使うという項目が出てきました。なので、この状態で D バレで決済することで D ポイントが消化されます。めちゃ簡単ですよね。ちなみに、この D バレのアプリをタスクで終了して、アプリを再度開き直したりすると、またこのようにバーが戻ってますので、もしですね、D バレで D ポイントを消化させたい場合は、この作業を忘れないようにしましょう。 以上が D 払いで D ポイント期間用途限定を使うときの方法でした。それでは次は二つ目ですね。じゃんということで D ショッピングデーで使うということです。D ショッピングっていうのはその名の通り D ポイントが使えるネットショッピングとなっています。まあ、この D ショッピングデーに関しては現在は毎月20日に 開催されてていまして条件を満たすこととで D ポインンントが20倍のキャンペーンとなっていますなので、まあ今月で言うと2月の20日になりますかね。で、ディショッピング自体はお買い物できる種類っていうのは結構ありまして、まあ、今出てる通りなんですけども、食品とかお酒、あと家具、家電、あとはこう、本とか美容関連など、ジャンルはある程度揃ってるんじゃないかなと思います。なので、もしですね、お目当ての商品とかがある場合は、この D ショッピングで20日を狙って、D ポイント期間用途 限定を使ってお買い物するのも全然ありだと思います以上が D ショッピングでについてでしたそれでは最後3つ目ですねじゃんということで D ポイント機械用途限定をローソンのお試し引き換券で使うということですねいやーこれは僕自身このローソンのお試し引き換券に関しては結構ハマっています まあそもそもこのお試し控え券とは何ぞやっていう風になるんですが、まあ簡単に言うと D ポイントもしくはそのポンタポイントを使ってちょっとお得にローソンの商品を控えできるサービスとなっています。このお試し控え券なんですが、 基本的にはローソンのアプリを使って行います。流れとしたらアプリ上で予約を、商品の予約を行って、あとはレジでその予約をした商品を持って予約したバーコードを提示するという至って簡単な流れとなっています。せっかくなので実際の画面遷移もお伝えしたいと思うんですが、この画面は実際にローソンの公式のアプリの画面ですでにローソンのアカウントの登録であったりとか、そして D ポイントとも連携した状態からお伝えします。 そうすると、こんな風にお試し機会券で利用可能な商品というのが一覧で出てきます。で、ここに表示されているのが、まあ、どれぐらいのポイントその商品でどれぐらいのポイントが消費されるかっていうのがで表示されてますね。それで商品を選んだら、ご覧のように予約済みの欄に商品が並びます。ちなみに、1商品につき1枚までとなっていまして、同時に予約できるのは3商品までとなってますので、お気をつけください。 で、予約が完了した状態で商品を探しに行くんですが、僕は今出てるようなロッテのアーモンドチョコレート黒糖きな粉 74g259 円の引き換え券というのをですね、予約できた状態なんですけども、ドンということで、なんとですね、商品が売り切れていました。なので、まあ、結構場所によってはちょっとした争奪戦にもなるので、まあ、このように商品がない時もあるので、ご注意ください。もちろんあの、基本的には交換できることもあるんですけども、こういった場合もあるよと。 ということですね。 でお試し引換券に関しては、事前に公式ページでいついつにどんな商品が出るか、チラシみたいなのが Web で確認できたりもします。まあもちろん店頭にチラシみたいなのがあるんですが、なのでこれで事前に何を狙おうかなというふうに、まあ目星をつけておくのも全然ありですね。ちなみにこのお試し引換券の予約は朝の7時からとなっていますので、まあ起きたと同時に先ほどお伝えしたように争奪戦となるので、まあ一つのエンタメと思って参加するのも全然あり。 だと思います、まあ、このお試し機会券は、ちょっとしたポイントでも利用ができるので、思わずこう使いすぎてしまう時もあるので、そこは気をつけましょう。以上がローソンでお試し機会券を使う方法でした。一応今回お伝えした D ポイントを期間用途限定が使える場所というところでまとめると、D 払いで利用するということ、そして D ショッピングで毎月20日で利用するということ、そしてローソンのお試し機会券で利用するというこの3つの方法でした。 まあそんなこんなで今回は D ポイントその中でも D ポイント機械用途限定のタイプについて消化方法について簡単ではありましたがお伝えさせていただきましたまあ他にも僕はまだ使ったことないんですが D デリバリーであったりとかいきなりステーキの肉マネーチャージとかでも利用できるみたいですねちなみに先ほどのローソンのお試し機械券に関しましてはポンタポイントも使えるので D ポイントでまず3つ予約 してそこで設定でちょっと切り替えることができるのでポンタポイントでまた上限の3つ商品を予約するという方法もあるのでまあ、これが欲しいっていうものがあればですねそういった方法も試せるのもいいんじゃないかなと思いますまあ、これ以外にも何か僕は私はこんな方法で使ってますよというのがあればですね下のコメント欄にぜひ書き込んでってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、D ポイントには関連するんですけども、今ですね、D ポイントでは2月の12日から2月の25日まで、マクドナルドのカフェラテのホットもしくはアイスを D ポイントカードを提示して購入すると全額ポイント還元のキャンペーンというのが実施されてます。1回のお会計につき1杯分までのポイント還元がされるので、 もしですね、期間中マクドナルドに行かれる方は D ポイントカードの提示も忘れないようにお願いします。このキャンペーンの詳細に関しては下の概要欄にリンク貼ってますので、エントリーをした上で参加してみてください。ということで、ありがとうございました。